こんにちは、いらっしゃい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 。なぜあたいがこんなボソボソ喋ってるかというとね、お部屋が真っ暗なんです。お部屋を真っ暗にして、没入感を、ちょっと待って。ほら、音が出てなかった。よいしょ。Hello everyone, hello, hello, good evening, good evening, good morning, hello, 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 hello. いらっしゃいだみんな。こんちでいらっしゃい。なんで2回行ったし。没入感をの続きが出てこなくて、2回行ってみた。そこが大事なんだぜっていうのをね、みんなにアピールしてきた。じゃあ、本日の配信は、昨日に引き続きホラーゲームなんですけど、本日発売されたばかりの、知らずアートさんの人からというね、ゲームをやっていきたいと思います。今までいろいろ知らずアートさんのゲームは見てきたんですけど、ちょっと、まあ、せっかく発売したばっかりなんで、やりたいなと、思います。初めてです。知らずアートさんの作品を自分でやるのは。まあ、人からだがんな。まあ、あたいが、上手に歌えばいいってことでしょ、きっと。これは、私が高校生だった時の話です。バスケ部に所属していた私は、いつものように仲のいい友達と、部活が終わってからも自主練をしていました。偉いね。その日は、自主練が終わったら、二人でカラオケに行くことになっていました。ほうほうほう。いやーにしても体育館って怖いよね、ちょっと。こんだけ人がいないと、まあ。フリースローの練習しよう。今から練習するの暗そうだけど、だいぶ。下手くそー。嘘でしょ？スリーポイントを決める、スリーポイントを決めるんだ、あたいは。ねえ、もっと高く投げなよ。全然届かないじゃん。フリースローライン超えてない。気のせい。筋肉なしでも生きていける。そう、陽気だからね。いつまでやってんだ。いつまでやってんだ。今日はもう帰れ。私片付けていくから先に行っといて。え、手伝うよ。一人にしないで。一人にしないで。開けて。間違えちゃった。順番間違えちゃった。シートで拭いてから、なんか、塗りたかったな。これが、あれか、クレジット、みたいな。はい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 。誰なんだ、早く持っていけ。今週処分するぞ。処分されちゃうのか。あたいが全部持ってくか。みんながみんな CD を落としていく学校。なんで CD を学校に持ってきてるんだ。こら、萌えか、萌えかいる、萌えか。まだ片付けしてんのかな。まあ、いっか。カラオケ行って一人で歌って待ってるか。くそ。
室誰もいないぞ。真っ暗だぞ。今からカラオケ行くのはやめた方がいいんじゃないか。おらおらおら、おらおら。やべ、怒られちゃう。こんなことしてたら。おらおら。進めみちる、走れみちる。なんもないね。痛い、痛い。引かれた、引かれた。みんな引かれたよ。みんな危ない。カラオケこっち。当たりには行ってないよ。そんなことあたいがするわけないだろ。おー、びっくりした。声がでけえ。犬、鼻水助かる。鼻水助かるって何なの。何が助かる。嬉しいってこと。あたいが鼻水を流すと。なんだよ、萌えか。もしもし。もしもし。ごめん、コーチに捕まっちゃって。先歌ってて。先歌ってて。オッケー。大丈夫。コーチに捕まってて。コーチ早く帰れって言ってたのに、萌えかを捕まえるとかちょっと良くない。良くないんじゃないかな。その先生を。あ、すいません、ちょっと。あ、すいません。うら、よし。注射が丁寧な、みちる。あ、すいません。誰もいないようだ。電気つけっぱなしだよ。よくないと思います。チーフ。お、おいおい、CD ばっかりだな。すごいな。よし、入ります。よし、やっとカラオケ店着いたわ。あ、誰かいる。あ、すいません。先にこっちの人に話そう。無視された。怒った。めっちゃニコニコで草。あ。はい。不愛想な店員。はい。では12号室をご利用ください。12号室ね。ドリンクバーも適当にご利用ください。オッケー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 。12号室だって。めっちゃ上手くない、この人。21、20。はい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 。もういいか。いや、来ないで。う、先生、もしもし、もういいか。聞こえる、もういいか。もういいか。触らないで。お、おいおいおい、ちょっと。おい、それどころじゃない。コーチやったな。ジュース欲しい、ジュース欲しい。ちょっと萌えかが大変だから、あたいジュースが欲しい。はい。
上手。拍手。あら、同じ曲を何度も歌うタイプの人。うまいね、隣。ちょっと、あたいも負けてらんねえな。ミニゲーム？ R、RFV？ あたい、こういうの、すごい苦手。下手くそ。あたい、下手くそ、これ。下手くそ。な、飲み物持ってこよう。その前に一回やろうぜ。あ、ダメだった。くっそ、もう一回やりたかったんだけどな。はいはいはい、氷の入ったカップ。どれが入ってる？これどれが入ってる？どれが入ってる？何が入ってる？何が入った？許可コーラ。許可コーラにしよう。これあたい一体何を持ってんの？これ、あ、店員さんもいなくなってる。ちょ、あたいあったかいのも欲しいな。あったかいのも持ってきたいんですけど、冷たい用のグラスしかない。ココア飲みたいね、ココア。あ、びっくりした。どうした？どうした？ちょっと肩穴開いてるよ、服。どうした？ここの人？ここの人かな、この人。まあ、いっか。怖い怖い。あ、怖い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 。やだね。嫌になっちゃうね。あれ？持ってきてたっけ？いや、絶対あいつだろう。歌おう。歌おう。自分が持ってきたグラスは？自分が持ってきたグラスにしようよ。こう置いてあるのじゃなくてさ。いや、歌わせて。これじゃなくてさ、こっちにしようよ。絶対こっち自分が持ってきたやつじゃん。まったく。あ、あ、みんな、な、大変だ。みんな。ふざけてない、ふざけてない、本気だから。あたいつでも本気だから。そうだな。
じゃあ、もう一回やろう、もう一回やろう、もう一回やろう。あ、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 むずい、むずい、間違えちゃった。もうダメだな、あたこういうの、こういうの苦手なんだよ。終了、終了。いつまで歌ってればいいんだろうね、これ。最後までやんないとダメかな。じゃあ最後、ラスト。本当に最後までやるわ。これで最後まで、最後まで流しておけばいいんだよね。中止しなければ大丈夫だよね。いや、バスケより大事これ。マジ。やっぱやればできんだ、あたいは。やればできちゃう子。さすが、すすみつ。お、92だって。ラッキー。萌香そろそろ来るかもな。注文したいんですけど。いいですよ。何にしますか？高得点だったね、マジで。いやー、ピザ、唐揚げ、たこ焼き、あたいの気分的には今、そうだなぁ、たこ焼きかな。了解です。2、3分でお届けします。もう2、3分、2、3分だよな、チンだもんな。君って、何？12号室で歌ってる女の子だよね。あ、そうです。制服、高校生だよね。あ、そうです。はい。だよね。え？もう全部食べたいわ、そう。全部頼めるんだったら全部頼みたかった。もう部活終わりだしさ、体を動かしてるからバスケで。食べたいよ、いっぱい。くそ。電話しよっかな。お腹すいたな。たこ焼き、唐揚げ、ピザ食べたい。モニーモニー。つながらない。伏せついて聞いてみよう。オッケー。すみません。返事がないの。入ってみよう。はい。来るのはちょっと良くないかもしれない。何勝手に入ってきてんの？ここ、スタッフルーム。いないからだよ。スタッフしか入れないんですけど。まあ、入ったのは悪いけど。何？食べ物でしょ？もう持って行ったけど。何？言いがかり？来てないっす。来てないっす。怒られるのは仕方ない。それはあたいが悪かった。ズボン破けてる？膝。大丈夫？食べ物、誰とメールしてんの？ね。あたいというものが、今目の前にありながら、誰とメールしてんの？電気消して退出しようか。消せないわ、クソ。クソ！あたというものが目の前にいるというのに。え？あたいの部屋から出てったよ。あたいの部屋から出てったけど。ポテトがある。ポテトあるよ。飲み物取ってこよう。あ、出れない。飲み物、食べ物があるということは飲み物もあるべきだと思うんです。うわー、歌いたいんじゃなくて食べたいんだけどな。食べる。うわ、ポテトの中に何か入ってる。メアド。ポテトの中にメアドを入れるな。
俺のメアド連絡してね。ん？何これ。え、これしかなくなってる。これしかない。よし、じゃあなんかリクエストあったから歌うわ。またなんか通ってる。少し過ぎた夜、風が君の耳元をくすぐ。誰か通ったよ、また。誰か通ってる？音楽を変えるのはやめてください。あ、終わっちゃった。あ、一生懸命やってたのに、一生懸命やってたのに。もう一回、もしもし、もう一回。遅いよ、もう毒について歌ってるよ。ミラ、ミラ、私カラオケにはおい、もしかして、もういいか。もういいか。ポテト、E メール付きポテトが待ってるぞ、もういいか。真っ暗になっちゃった。こっちか。あれ？あ、すいません。あ、すいません。あれ？開かない。あれ？萌香の携帯だ。どうしてここに？萌香？萌香？あれ、番号が消えてる。番号がなくなってる、みんな。外に出てみよう。出れない。あれ？どこだ？萌香？萌香いるんだろう？萌香、萌香、もしもし。なんで？どうしたの、萌香？助けてくれなかったの？え？電話したじゃん。もう遅いよ。もう遅いよ。あ、萌香、ちょっと待って。萌香。あ、萌香、いなくなっちゃった。萌香。萌香？萌香？ま、妥当な。あ、音がでかい。びっくりした。あ、トゥルルルルルルン、あ、トゥルルルルルン。あれ、寝てたのか。出ましょう、携帯に。あ、どうした、萌香。さっきの写真、コーチに割れちゃった。さっきの写真？
写真ってなんだ？写真ってなんだ？とりあえずお腹痛いからトイレ行くあたい。お腹痛いからね。お腹が。いてててててて。そう、写真って何だったんだろうね。メール？ん？何これ？コーチの写真？もか？もえちゃん？もえちゃん？もえちゃん、コーチに何されたってんだ？もえちゃんが危険だよ、みんな。もえちゃんが危ない。もえちゃん助けに行こう。店員さんがいない。あれ？ドアが塞がれてる？ドアが塞がれてるってさ。誰もいなくなっちゃった。貸し切り。営業妨害だ。トラックベタ付けは良くないね。Tを押してスキップ。コーチがもう来てる。警察を呼ぼう。まあそうだよな、まずは。あの店の前にコーチがトラックベタ付けして、Cを押すと、あ、OK。あれ、すんだこれ。隠れたって無駄だぞ。すんだこれ。このものは分かっているぞ。ここかな。戦争用の。ここにいるよね、多分この辺。俺は何もしないから出てこいよ。いくらからさ。どこに隠れた？清掃用の。いるのは分かっているぞ。あ、いた。ここにいるのは分かっているぞ。そう、何もしないって言ってるやつは何かする。見つかっちゃった。とりあえず、そうだな、鍵をゲットして、まあさすがコーチって感じのタックルだったね。怖すぎ。よいしょ、4分まで隠れる。よいしょ。で、清掃用の鍵。どこに隠れた？ここにいるのは分かった。
れか奥か。隠れたって無駄だぞ。どこにいんだろうね、今。どこにいんだろう。俺は何もしないから出てこいよ。いい子だからさ。どこだ。こっちか。多分ここだよね。隠れてた方がいいのかな。ここにいるのは分かっているぞ。くそむずいな。どうしたらいいんだろう。とりあえず鍵取ったら清掃用具室行って、多分後ろからがいいのかな、やるんだったら。そうだね、待った方が良さそうだね。よいしょ。とりあえず鍵を取って。どこだ。よいしょ、鍵取って。隠れたって無駄だぞ。隠れよ。来ている気がする。どこだ。ここにいるのは分かっているぞ。よし。え？どこだ？どうしたらいいんだろう。別の部屋とかにも行った方がいいのかな。隠れたって無駄だぞ。さ、めっちゃ近いよね。ここにいるのは分かっているぞ。信用めっちゃ近くない？ここだ。どうした？どうした？どうした？ここにいるのは分かっているぞ。あ、来た来た。見つかったかな。サクッ。あ、ごめんね先生、コーチ。コーチ、ごめん。警察が到着し、コーチは病院に運ばれましたが、亡くなってしまいました。私は正当防衛ということで、罪には問われませんでした。あ、はい。人を殺してしまった罪悪感、あのコーチの被害者がこれ以上出ないという安堵が、同時に私の中に湧き上がった気がします。はい。あの時の私には、あの感覚は忘れることができません。今でもあの時のことが悪夢となって私を襲います。コーチから解放される日は来るのでしょうか。エンディング6分の1。いやー。ほら。
何かしらこれは。あたいが運転してる。あたいが運転してる。あ、でも視点しか動かせない。なんだろうこれ。学校？これは学校かしら。あら、誰かいるわ。なんかエンドがね、結構多いみたいな。あ、見つけた。見つかったわ。あのさ、ポテトにメルアド仕込んできたオスは何なんだろう。カメラなのか？カメラなのか？なんで？ああ、なるほど。探索をもっとしろってことか。なるほど、なるほど。いろいろと、なんだろうね。この時間だから、カラオケは今度にしようっていうエンドとか、カメラを見つけるエンドとか、一個だけやってみようかな。またフリースローからか。もう一回？もう一回？もう一回？ごめんごめん。何す？フリースローの練習。オッケーオッケー。何するの？ごめんごめんごめん。ちょ、話しかけようと思っただけなんだけど、間違えちゃった。ここにはなかったよな、確か。更衣室の、なんかあんのかな？ないな。とりあえずバッシュ脱ごう。足蒸れるからね。で、体拭こう。で、オーシャンブリーズ使うわ。で、着替えて。ロッカー開ける。萌香の自転車の鍵。取っちゃった萌香の自転車の鍵。あれ？カメラ、ないな。萌香？萌香？カバン入ってるよ、萌香。これ、萌香のさ、自転車の鍵持ってるけど、どうなんだろうね。何が変わるんだろう。お、萌香？いや、来ないで。萌香？変わらないで。萌香？これで帰れるとかないんかな。帰れないわ。話しかけられないし。バイク盗んでいこうぜ。盗みたかったんだけどな。クリックしても何もできなかった。クソが。よし、あたいのお歌タイム。いくぜ。あたいにはこれは難しい。くそ。あたいにはこれは難しすぎた。64点。
コア飲みたいな。ダメなんか。どうやらダメらしいわ。漢字100超えてたんだけどな。で？メアド男。メアド男どうする？ダメだみんな。ダメだみんな。ダメだみんな。あたりは難しすぎる。なんでだよ。食べ物いっぱいください。ああいいです。何これとこれとこれと全部お願いします。ピザにしようかな。了解です。はい、2、3分ね。制服だよね。食べ物いや届いてないんすよ。届いてないんだけどな。AI ボットだと思う。あ、結局また入ってるの？結局また入ってるよ、あいつ、ポテト男。わ、結局ポテトなんだね。ポテトメールアドレス男なんだね、あいつは。ポテアド男って名前にしよう。ポテアド。食べよう。いや、ポテト食べたい。ゆうたろう1101やばい .ne.jp あいつゆうたろうっていうのか。広いリンゴみたいに、あたいはぶれない。あたいは絶対にぶれない。絶対今高得点だったろうがよ。バカ？あ？バカ？少しはぶれろ。バカ？もえぴー、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 どこ？もえぴー、あ、いなくなっちゃった。もえぴー、いなくなっちゃった。ほんで？さっきの写真っていうのは、あのコーチの写真なのかな？さっきの写真、コーチの写真？あの写真がバレると、まずいってこと？エンディングどうなるんだろうね。抜き警察呼びます。4分待ちます。とは言うものの、よいしょ。で、取ります。隠れる。これさ、ここに隠れてるとエンディング同じになっちゃうのかな。俺は何もしないから出てこいよ。包丁取っちゃったしな。どう
するんだろうね。どんなエンドになるんだろう。ちょっと待ってみようか。あと30秒。呼び上がって。どこ行った。くそ。お、警察来たね。お、10秒だよ。先生、おこだね。お。警察が到着したことがわかると。一気に体の力が抜けたようで、気がついたら病院のベッドで横たわっていました。警察が調べたところ、コーチは今までに10人以上の生徒に強姦していたようで、すぐに捕まったと友達から病院で聞きました。友達はというと、あの事件がトラウマになり、男の人とすれ違うだけでピクッとしてしまうようになりました。もう今では時間が経ったことで良くなっているようですが、まだ恐怖が残っているようです。あ、6番目のエンドを回収しましたね。最初と最後のエンドを回収してしまいました。あたいはよいしょ。これどこだ。更衣室だな、コンセントの位置からして。これは体育館だな、絶対に。この鉄の、鉄格子みたいなのがついてるから。あとこの車。包丁も取らずに、エモエピの鍵は取ったと。I'm survived. Survived. イエーイ。というわけで、エンディングをね、2つほど回収していきました。最初と最後のエンディングを回収していきましたが、いや、まだちょっと残りのね、4つ、楽しみですね。まあ、配信ではやりません。皆さんがご自分の目で確かめてください。まあ、それか、もしくは他の方の動画とかでもね、多分、全エンディング回収とかする方はいらっしゃると思うので、カラオケモードはやりません、絶対に。ウェピー？ダメになっちゃった。ムピー？ムピー？まあ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 、いいでしょ。いいでしょ。いいでしょ。ムエピニッコニコで草。はい。まあカラオケモードもね、楽しめると思うので、よかったら皆さんも、ぜひ、本日発売した人から、チラズアートさんの人からをね、購入してやってみてはいかがでしょうか。Now we only need Michi real karaoke. リアルカラオケか。なるほどな。じゃあ、ミチル一曲歌いたいと思います。それでは。聞いてください。シスイミチルで。津軽海峡冬景色。上の初の夜行列車降りた時から。違う、さっき予習してたんだけどな。津軽海峡冬景色、おかしいな。じゃあ行きます。上の
初の夜行列車降りた時から青森駅は雪の中、板へ帰る人の群れは誰も無口で海なりだけを聞いている。私も一人連絡船に乗り、凍えそうなカモメ見つめ泣いていました。